あれ、なんでナビアが？お前の部下たちはどうしたんだ？先にポワ村長に帰らせたよ。そこがスピナディロースらが発足した地で本拠地なの。ここじゃしばらく手伝ってもらうことがないからね。ただ単に一緒にいると騒がしいから追っ払っただけだろう。ところでお前はいつ来たんだ？ずっとここで待ってたんじゃないよな？ううん、ついさっき外から帰ってきたとこ。昨日の夜はバシェの名前についてまず調べてたの。まさか徹夜したのか？だってこんな重要な情報を掴んだんだし寝れるわけないでしょ。うぐい、おいらさっきこっそり寝れたとか言っちゃったぜ。でも残念なことにこの名前はまるで存在自体が消されてるかのようにどこを調べても出てこなかった。足がつかないように黒幕がすでに手を回したんでしょうね。でも逆にこれはバシェが重要な証人である裏付けにもなる。じゃあ次はどうするんだ？もう手遅れってことか？いや、希望はまだある。彼らが手を回そうにも届かない場所があるからね。最高審判官のヌビレットさんが保管する資料、ここ数年の事件の詳細を全て網羅したファイルよ。もしあんたが見たっていう例の純粋精霊がここ数年で失踪した少女なら関連する情報が必ず見つかると思う。さすが最高審判官なだけあるな。真面目に仕事してて事件の資料もちゃんと整理してるってことか。じゃあ早速ヌビレットを探しに行こうぜ。お、どうしたんだよナビア、まさか眠くなったのか？大丈夫、行きましょう。あの最高審判官に会いに。